よろぶん、あんにょんはせよ。例文で覚えよう。22回目です。今日も一緒に例文を覚えましょう。今日の例文はこのような場面を想定しています。先週会った時は体調を崩して具合が悪そうだった人に今日また会って声をかける場面です。体の具合はどうですかもうすっかり良くなりました。 今日は体調を気遣う表現、そしてそれに対する答え方も丸ごと覚えてしまいましょう。今日の例文です。もむちょんおってよ。いぜたなあっさよ。それでは詳しく見ていきましょう。 日本語ではよく体の具合はどうですかというふうに尋ねますが韓国語ではもっとシンプルに体という意味のもんを使って尋ねればいいですそれ以外にも日常的によく用いられるのが外来語の condition という単語ですその他にも体の状態という意味のもん,んもんさんてという単語もありますので合わせて覚えておきましょう おってよでどうですかという意味ですがえより丁寧にあるいはもっと目上の人に尋ねる場合は尊敬の詩を入れて表現する方がより適切ですねおってよに尊敬の詩を入れて言ってみてくださいおっとせよですねもむんちょもっとせよより丁寧に尋ねたい時はこちらの表現にしましょう 具合が悪い、体調が悪いという表現は韓国語でどのように言うでしょうか。今日は体調が悪いので早く家に帰らないといけません。コンディションという単語を使って韓国語で言ってみましょう。오늘은コンディション이좀안좋아서집에일찍가야겠어요。 のコンディシ体調が悪いという時は、なっぷだよりもあんちょっとを使う方がより自然です。また、もむんちょもってよ。コンディションにちょんあんちょわそのように、福祉のちょんを間に挟むことでより会話らしさが生まれます。皆さんもぜひ一度ネイティブの人が ちょんをどんな時に用いていてまた文章の中のどの位置で用いているかという部分に注目して観察してみてください。面白いですよ。続いて「いぜたなあっそよ」の部分を見ていきましょう。「なあっそよ」の原型は「なった」ですねえ。今日は「なった」をはじめとする「死」を変則要言の活用についておさらいしたいと思います。えまずは 変速活用を3つに分類してみましょう。1つ目が語がつく形。2つ目はみょんがつく形。そして3つ目が平ヨ体の形です。1つ目の語がつく形は語感にそのままつく形と言い換えることができますね。語以外にもちまんやすみだなどの形もこの1つ目の類型に入ります。 二つ目の、ミョンがつく形は、五感が死因で終わっている場合に、ウが挟まる形と言えますね。ミョン以外にも、尊敬の死なども、この二つ目の類型に入ります。そして三つ目の、ヘヨタイの形というのは、要するに、青系のことですね。ですので、理由を表す、青層なども、この三つ目の類型に入ります。五感にそのままつく形と、 五感にパッチンがある時に間にうが挟まる形そして青系の形えこのどれかに必ず当てはまりますので変則活用は一つ一つ全て覚える必要はありませんよでは治るという意味のなったを活用させてみましょう5がつく形はなっごう治ってみょんがつく形はなうみょん治れば ヘヨタ体の形は、なーよ、治りますとなりますね。このように、塩変則活用は、二つ目と三つ目の類型のところで、パッチン、塩が脱落します。母音の前では、塩、パッチンがスーッと消えるというふうに覚えておくと便利です。では続いて、作るという意味のチッタで活用させてみましょう。 一つ目の類型はちっこを作ってみょんがつく形はちゆうみょん作れば平体の形はちおよ作りますこのようになります平体にするときは五感のパッチンしおが脱落してさらに赤を選択して取りますねちったの場合は五感がインボイン五感ですので ちおうよ、ちおうよとなりますよね。うったのように、生息活用もありますよ。こちらは生息活用ですので、うっこう、笑って、うすみゃん、笑えば、うそよ、笑いますとなりますよね。え最後に、なったという単語ですが、治るという意味の動詞もありますが、形容詞のなったもありますよ。えこちらは、 よりよい、まさる、もしくはましだという意味で使われます。タクシーより地下鉄の方がずっといいです。こう言いたい場面でもなったを使います。テキシボダチアチョリフォルシンナーヨ。テキシボダチアチョリフォルシンナーヨ。解説はここまでです。では、今日も3回読みましょう。 시작 몸은 좀 어때요? 이제 다 나았어요. 몸은 좀 어때요? 이제 다 나았어요. 몸은 좀 어때요? 이제 다 나았어요. 에코너 이제 다 나았어요. 이가인이 뭐? 이제 다 괜찮아요. というふうに言い換えてもいいですよ。では最後に日本語を見ながら韓国語で言えるか試してみてください。体の具合はどうですかもうすっかり良くなりました。今日この動画では体調に関する表現と塩変則表現の活用、動詞のなったと形容詞のなった。 の使い方も勉強しましまたねえ今日の表現しっかりと覚えていざ使いたい場面ですぐに口から出てくるように準備しておきましょうそれではまた次回の動画でお会いしましょうおぬるどへんごっかせよう